ここ3試合で8失点、3連敗中の2位大宮アルディージャ。悪い流れを断ち切りたい今節は鬼門鹿島スタジアムに乗り込み、6位鹿島アントラーズとの一戦。前節ダビと元山が負傷、さらに疲労のためジュニーニョもメンバー外の鹿島は土井が今シーズンリーグ戦初出場、サブには豊川と赤崎が共に初めてのメンバー入り。大宮は出場停止明けの青木拓也が戻ったものの、今節は金沢が出場停止、前節復帰したズラタンが6試合ぶりのスタメンです。試合は大宮と同じく3試合勝利のない鹿島が仕掛けます。柴崎縦パスをつけた、ターンしてシュートできた、フィニッシュは遠藤です。中盤の前の3人がすごくこれまで見てて流動性があるなと感じるんですね、はい、なので大宮の中盤のディフェンス、もしくは大宮のディフェンスラインの選手にとっては少し掴みづらいかなっていう印象を受けますね。この試合が J1 通算100試合目となる遠藤がシュートを見せると、24分大迫が戻したボールを小笠原、さらに29分にも大迫がチャンスを演出。さあ大迫かわした、大迫折り返す、シュート、土井翔馬結果を出せませんでした。最高のラストパス、本当に最高のラストパスでしたね。まあ、もう 0.5 点くらいは決まっていたようなシーンでしたが、まあ、ちょっとボールが跳ねていたのと足元に入ったのが難しかったんですかね。過去8戦して1勝もできていない苦手鹿島スタジアムで苦戦する大宮、31分には渡辺のクロスに長谷川が飛び込みますが枠に飛ばせず、エンドが変わっても流れは鹿島、47分ディフェンスをかわした土井が鋭いシュートを見せると、迎えた50分ザルで消していきますがセンターにボール入った、まだ続いています。小笠原右へ、遠藤シュートに来た、ファインゴールが決まって先制は鹿島アントラーズ。いや小林さん、いいシュートでしたね。いや狙いすました、いいシュートですよね。まあ、その前の小笠原のパスなんですけれども、はい、少しずれたかなと思ったんですけれども、やはりあの彼のパススピードですよね。このパスがやはりディフェンスが寄せる時間というのを奪いましたよね、はい。J1 ホーム通算700ゴールとなった鹿島は55分柴崎のフリーキック、これは枠を外れますが追加点を狙い大宮を攻め立てます。順調に試合を進める鹿島、しかし56分にアクシデントが襲います。ここまでいい動きを見せていた土井がこのプレーで負傷、プレーを続けられず、58分、鹿島初の強化指定 J 初出場となる赤崎と交代します。一方なんとか流れを変えたい大宮は62分、ズラタンが強引に狙って反撃の糸口を作ると、勝負どころの時間に差し掛かってきます。渡辺大吾から、さあセンターで受けた鈴木だ、鈴木則夫シュート、74分には途中出場鈴木則夫、そして終了間際にもチャンスを作ります。完全にパワープレーです大宮、鈴木則夫、鈴木則夫前が空いた、シュートだ、いや空きましたね今、ちょっと鹿島今マークずれましたね、はい、いや渡辺大吾がいいフリーランニングしたんですよね、はい、鹿島の受け渡しがうまくいかなかったですね。しかしこのシュートも枠を捉えず、鬼門鹿島スタジアムでまたしても敗れた大宮、今シーズン初の無得点で泥沼の4連敗、鹿島は4試合ぶりの勝利です。とりあえず勝ててよかったです。みんなで頑張った結果なので、ディフェンス陣、キーパー陣、あとボランチも頑張ってたので、あとサポーターのみんなも頑張ったので勝てたと思います。見事決勝ゴールを決めました遠藤靖選手にお越しいただきました。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ちはいかがですか。まあ、ホームで勝って本当に良かったなと思います。はい、小笠原選手からの速いパス、はい、止めたところでもうシュートはイメージできてましたか。そうですね、まあ、フリーなのは分かってたんで、まあ、止めて、まあ、シュート打ってやろうっていうふうにはずっと思ってました。
結構こうシャープなパスが来ましたけれども、三尾さんからのパス、まあ、結構強くてびっくりしたんですけど本当は右前に止めようと思ってて、まあ、でも結構強くて浮き球だったんで、そうですよね、まあ、はい、まあ、左でもう止めて蹴ったろうと、まあ、本当自分入った瞬間ちょっと 見れなかったんで倒れてたんで、あ、はい、本当入ってよかったなと思います。いや、もう素晴らしい軌道でした。ありがとうございます。土井選手初出場今シーズンでしたけれども、はい、緊張してましたか？そうですね、まあ、アップの時すごい緊張してるとか言ったんですけど、はい、まあ、でも今日は本当ショーマもすごい良かったし、まあ、ショーマがまあヒーローでもいいんじゃないかぐらいのプレーしてたんで、はい、まあ、うちらもそれに負けじと頑張った結果がまあ勝利につながったかなと思います。今後も小林さん鹿島楽しみですね。そうですね、はい、今日は本当に鹿島らしさが出た勝利だったと思うので、はい、さあというわけで見事決勝ゴールを挙げた遠藤選手をお招きしてお話を伺いました。